MP が過去に起こした過ちのせいで罰を下そうというのか。お願いだから助けてくれ。 EMP は必ず心から悔い改め、局長の言うことを聞いて無茶をしないから。シンジケートの恥さらしである EMP 様がまさかこんなものに驚かされるなんて。でもこの作品は他の奇妙なやつとちょっと違う気がするわ。なんでだろう。どれも違いなんかない。全部がめちゃくちゃ怖いんだから。風を受けた時に何か奪われたように感じたようですね。その通りです。それは恐怖です。どうですか、もう少し見てみませんか。その大きな口も目もすべて上手に再現されましたね。再現？これは本物じゃないの？じゃあ盗…干渉しても価値はないってこと？なぜならここでは本物の美術品しか歪むことはありません。偽物？じゃあ撃ち抜いてもいいってこと？美術館で遊ばないでくださいね。